300万回再生のシニオンを今日はリメイクしていきたいと思います。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、先ほど冒頭にもお伝えしたんですけど、この動画めちゃくちゃ300万回再生ぐらい回ったんですけど、この動画をいかに見やすく綺麗に今回は作り直してみました。なので今までねちょっと見にくかったっていう方はこの動画を見て、ご自分でやっていただければと思います。コテも使わないのでもうそのままパパッとスタイリング台でできるアレンジになってますので、今からの結婚式の季節ぜひやってみてください。それでは動画をどうぞ。まずスタイリング剤をつけていきます。小指の爪分ぐらい出して、毛先の部分からしっかりとなじませていきます。髪にまとまりが出るぐらいしっかりつけておくとアレンジがやりやすくなります。遅れ毛の部分もこの部分の隙間が埋まるぐらいの髪の毛を下ろして、ここにもスタイリング剤をつけていきます。ではブラシで溶かしていきます。溶かすことによってスタイリング剤が均等についてくれます。ではサイドの部分を耳後ろで半分に分けます。両サイド同じように分けて後ろに持っていきます。でゴムで結んでいきます。じゃあ次に下の髪の毛を大体で3等分に分けます。この分けた髪の毛を一番上に持ってきてゴムで結んでいきます。じゃあこの部分のゴムを少しだけずらして空洞を開けます。でここにくるりんぱをしていきます。この上のゴムの部分をちょっとね下にずらして少し隠れるぐらいにします。でくるりんぱした部分を若干だけボリュームを出すようにしていきます。じゃあ下の髪の毛を3等分に分けます。この時になるべく同じ毛束の量で分けてください。で、これを三つ編みをやっていきます。こっち側の髪の毛を上を通して反対に持ってくる。で、こっち側の髪の毛を上を通して真ん中に持ってくる。こっち側の髪の毛を上を通して真ん中に持ってくる。で、こっち側の髪の毛をまた真ん中に持ってくる。こんな感じで三つ編みをやっていきます。でなるべくちょっときつめに編むのがポイントです。で大体のところまで編めたらこんな感じで OK です。でこの部分でゴムで結んでいきます。でこれもなるべくしっかりめに結ぶのがポイントです。では次にこの三つ編みした部分を少しだけボリュームを出していきます。ゴム付近から横に広げるような感じで少しずつ少しずつ上に上げながらボリュームを出していきます。でこの時に出しすぎてね細かい毛が出すぎないようにもうこのぐらいのボリューム感が出れば OK です。次にこの毛先の部分を上向きにくるくるっと巻きつけていきます。じゃあ三つ編みを巻き込んだやつをこの一番上のところのこの隙間の部分に入れ込んでいきます。くるくるくるっと入れて中に入れ込んでいきます。では次にピンで留めていきます。この三つ編みの部分とあと根元の髪の毛を挟んでいきます。挟んでこんな感じですね。でこのまま横に入れ込んでいきます。反対側も同様に差し込んでいきます。でこの辺りの部分がペタンとしているのでこの部分を押さえながら少しだけボリュームを出していきます。ちょっとね丸みが出るぐらいで OK です。
じゃあこんな感じで完成です。はい、こんな感じでやってみました。ポイントとしては3つあって、まずスタイリング剤をしっかりとつける、ゴムをしっかりと結ぶ、三つ編みをしっかりと編む。この3つをしっかりとすれば綺麗に誰でも簡単にできます。ロングヘアの方からミディアムヘアの方までできるアレンジになってますので、ぜひ皆さん練習してやってみてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を今後もやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。